長睡眠を迎えましたボートレース小島シリーズ5日目の攻防、前半戦ラストカードが始まりましての6レース一般戦です。1号艇には松井茂、2号艇には宮地元樹、3号艇には佐藤翼、4号艇深谷智弘、5号艇魚谷智之、6号艇関博也、以上6選手の対戦です。スタートまで残り1分となりました。このレースもコース争いはありません。枠番通りの並びで固まっていきます。今日の前半カードは2着連帯、そしてここは白の勝負で登場です。1番人気は1号艇の松井です。2コースギアケースの交換を施した2号艇の宮地、3コース2番人気は3号艇の佐藤です。そして4コース後方を下げていきました、角1が4号艇の深谷。5コース今日2回目の登場、ここはキャリアプデーの交換を行ってきた5号艇の魚谷で、最アウト6コース前走3着でした6号艇の関です。進入スタイルはスロー3艇松井宮地佐藤、ダッシュも3艇深谷魚谷関です。第6レースは一般戦です。進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。6レーススタートとした4カードから0台スタートは4号艇の深谷出ていきますが、3号艇2号艇がブロックする。それでもまくるか、1号艇先制する松井、4号艇と競り合った、打ち詰まってくるのは誰だ、5号艇の魚谷向こう詰めになりますが、残して踏ん張った先頭1号艇の松井が絞り込め、2番手後方から来る5号艇2号艇3号艇4号艇最高峰6号艇の席で一緒にマークの世界スタートは正常。逃げました1号艇の松井、2番手盛り込んだ2号艇は宮地、握った5号艇魚谷で写真展示で3号艇の佐藤と4号艇深谷、6号艇関広へホームに移ります。先頭を抜きました1号艇の松井、さあ2番手混戦ムードは一定修正、3号艇の佐藤、アドコース2号艇宮地、5号艇渡り線1から4号艇の深山参戦、レースは西原の石コーナー、競りかける4号艇の深谷、3号艇の佐藤が差しに回る、握った2号艇の宮地、刺す5号艇の魚谷で向こう地面です。三つ止めの予想の2番手のせいなんですが、アドコース2号艇の宮地、後ろついて3号艇の佐藤と5号艇大谷、最高その後方4号艇深谷、最高峰6号艇の関でレースは2種類マークの攻防戦、今度は抵抗する先輩5号艇大谷、差し返す3号艇佐藤、間を割ってこようと2号艇の宮地ですけれども、まだまだ3艇混戦は一定周数、3号艇の佐藤が2番手単独、3番手から追いかけてインコース2号艇の宮地、アドコース5号艇大谷でレースは残り1周、先頭1号艇の松井、2番手は3号艇佐藤が回る、握り合った2号艇5号艇競り合いながらバックへと抜けていきますが、2番手は3号艇の佐藤翼、3番手10分張って2号艇宮地がリードは2点ほど、上田慶は1・3区とラストコーナーの旋回と向かっていきます。1例のタイミングを押し切った先頭1号艇の松井、2番手は3号艇の佐藤、激戦モードの3番手2号艇の宮地、くるっと5号艇の魚谷ですが、3番手2号艇5号艇接戦模様、先頭1番です松井が合流、2着3番佐藤、3着3番の宮地合流、5番の大谷、4番の深谷、ラストは6番関が合流。